ダーツ大好きさかなちゃんです。はい、私今ダーツのプロ試験を受けているんですけども、その一つ目の科目シュートアウトをクリアしていきました。よっしゃー。はい、ということで今からそのシュートアウトの簡単な攻略法を僕見つけたので、それを紹介していきたいと思います。僕2回目でよかったんですよ。ちょっと自慢です。それではレッツゴー。まずこの動画ですが、レーティング10から12以上の人が対象です。そうじゃないと多分そもそもクリアができないので、そこまでは上げてきてください。では攻略法に入ります。まず1から1、2、3、4、5、ここまでは確実にシングルで抜いてってください。その理由なんですけど、まずこの1を下手にトリプル狙おうとすると20と18を抜いちゃうんで、後で高得点になるゾーンが取れなくなっちゃうんですよね。じゃあ2はどうか。2も15と17が横にあるんで高得点ゾーンで、3ここも高得点ゾーンで、4、まあ、18行きたくないよね。18行ったら高得点だから。じゃあ5、まあ5も隣20だから5行くよね。その次から実は攻略法が変わります。6からはトリプルをしっかり狙ってください。6のトリプルじゃなくて13、10に入ったとしても全然誤差の範囲だから、それはしっかり狙って OK。 ここ10とかに入ってもまあ気にせず6次抜いてください。で次の7ですね。7は絶対にシングルでいく。16と9、ここは後に残しておきたいから、7は確実に狙えるシングルのところ狙っていきましょう。はい、こっからです。8以降、こっからは全部トリプル狙ってください。例えば8狙おうとした時にちょっと上行っちゃったってなっても11キャッチでしょ。じゃあ逆に9ちょっと下を落ちちゃったって言っても14のトリプルキャッチで入るんですよ。この縦のここのラインが得点ゲットのラインなので、ここはトリプルはしっかり入れていくようにしましょう。ね、縦がずれてもキャッチでトリプル入るっていう得点ゲットのラインです。で順々に狙っていって14までクリアしました。でそうなるとラストは15、16、17、18、19、20、これは普段クリケットで狙ってるラインですよね。なので普段からトリプル狙い慣れてるはずなんですよ。そこはしっかり一本一本トリプルを取っていく。その戦略でいけば結構簡単に5500はいけます。次は心構えについて紹介します。僕さっき攻略法を話したじゃないですか。なんだけど僕自身が大失敗してるんですよ。合格した2回目がまさかの最初に20点入っちゃった。やべえやべえやべえ。でその次じゃあ1取りに行こう。18トリプル入っちゃったんだな。一番最初に得点ゲットのこの2つを僕抜いちゃったんですよ。なんだけどその後にトリプルむちゃくちゃ入ったんですよね。で淡々とその後抜いてったらしっかり5500点超えました。なのでここの縦列を回収できれば15、17、16、19、18、20、この辺りが序盤に抜けても合格できます。なので焦らずにいけば序盤に高得点取っちゃっても大丈夫なんで、平常心を保っていきましょう。ここまでがシュートアウトプロ試験の攻略方法になります。あとはね、平常心保つのが一番のポイントになるかと思うので、淡々と投げていきましょう。そしたら合格できるんで。ということで今回もご視聴ありがとうございます。参考になったという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは残りの701もクリカンもクリアしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは毎度動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃね。当てた当てた。バイバーイ。